それでは皆さんお待たせしました。エキスパートクラス決勝戦の結果発表を行います。一体優勝したのはどのチームなんでしょうか。一番旗を獲得するのはどのチームなんでしょうか。それでは発表いたします。第4回阿賀よリトルペーラーを目指したエキスパートクラス優勝チームは長崎三重チームです。第3位は野崎 A、 そして沖縄のドルフィンなんですが3位の不通過のため決勝失格となりました。まずは4チームの選手の皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。そして優勝した三重チームはこの後今優勝の三重チームに一番旗が渡りました。そして一番旗が空に掲げられました。まさにバディー。